しちゃった消しちゃったスクショしようとしようとしたら消しちゃった。え、すごい、本当にすごい、なにこれ、おおおおおお、自分で自ら電源消しちゃいまして失礼しました。すごい、ももの顔が見えたすごっ、えすごっ、レインボーの傘が、レインボーの傘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 、なんかめちゃめちゃたくさんありがとうございます。あとラーラーラーにゃーラララ虹が虹が空にかかって、君と君を気分も晴れて、きっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気の虹、ありがとうございますそんな歌知りません。嘘、何の歌、虹の歌、ラララ虹が虹が、にゃー、ありがとうございます。長った失礼しました、いい歌ありがとう初めて聞く曲、嘘、幼稚園とかで歌わなかった、こうかちゃうわ、替え歌じゃなくて、替え歌じゃなくて本当にこう歌があんの、ののかちゃんが歌ってるよ関西の農家ちゃんが歌ってる、よくなんか幼稚園とかで歌ったんだけど、モータン梅雨ってかける梅雨かけるよ、テストで出たもん、ハートありがとうございます。レイモンの傘めちゃめちゃたくさんありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ハートありがとうございます。レイモンの傘ありがとうございます。サメダレをかける5月雨、天才もしかして、レイマーの星たくさんありがとうございます。じゃあ星じゃない傘すっごいよ、すごいよ、おーすごいよ、おー赤が見えた、おーあ鼻のところに出た、おーすごいね、おーおーあ出たあ頭良くなってる、ありがとう、ここここん無理ゲーかな、ごん、ありがとうございます。梅雨って開けたのかな、うん、モータンの豆知識、今年は梅雨が来るのが早かったですよね。梅雨が来るのが早かったからといって梅雨が早く終わるわけではありません。梅雨は早く来ても遅く来ても終わる時期は同じです。おはようです。おはようでやんす。おはようでやんす。そんなコーナーあったの初めてやってみた。え、本当だよ本当だよ本当だよ、だって学校のさお友達の頭にこう言ってたもん。あ。そう。なんでですか、多分モーの予想でいくと、なんかモーの予想でいきますと、あの梅雨前線の動きによって変わると思います。専門的な用語使ってみて、梅雨前線の風の向きの動きによって梅雨の明け方、始まり方が変わると思います。え、合ってない、わかんないわかんない、適当に言ってみた。てるてるボーズありがとうございます。梅雨前線言いたいだけやん違う違うよ梅雨前線なんで動くの、その風の、その風があの梅雨前線を
押し出してその梅雨前線が梅雨前線しか知らない、その前線が日本にやってくる。それらしくからありがとう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 。あ、いた。今日も主役の方がいらっしゃいました。パカランパカラン、大間のアバターの方、もうお名前と似てる。大間のアバターの方、今日お誕生日でしたよね。お誕生日おめでとうございます。ありがとう先生。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデー。めちゃめちゃ大気候前がめっちゃ気圧の話してるけど、お誕生日ですよね今日。テレレン、ハッピーハッピーバースデー、作戦は大成功、誕生日覚えてどうした、こんな大勢の友達が歌ってる、君の頬に涙サプライズ。すいません、ありがとうございます。こちらこそおめでとうございます。何歳になったかはちょっとね、ここでは個人情報なのでメールで教えてくださいね。メールで教えてくださいね。たい焼きくんの歌、毎日毎日僕らは鉄板でなんとか焼かれて困っちゃうね、海に逃げ出して海に逃げ出して海で泳いで、泳いで泳いでスイスイスイ。違う、絶対違う。素敵な一年にしてください。誕生日おめでとうございます。あとでモータンが手作り3段のケーキを届けに行きますね。どんどん変わっていく。もうちょっと覚える、もうちょっと。今はまだ最初だけ。前髪の印はなんかこっちが開いてる。だってここの髪が本当はここに行くんですよ。なんかちょっとおかしいです。大体合ってる、ありがとう。今はマックしているマックしているマックを食べてるというですか。いいですね。いいですね。もうのおすすめはエビフィレオか照り焼きバーガーかな。大事な尺ありがとうございます。ありがとうございます。大事な尺だって。めっちゃちゃんと考えていっちゃう。お誕生日おめでとうございます。照り焼き派です。フィレオチョフィッシュ。ほう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 。照り焼きチキンフィレオしか勝たん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 。モータンは横文字に弱すぎる。横文字ってカタカナが苦手なんですよ。ゆうかたんさん。モスは行かないの。え、行くよ。モスバーガーは玉ねぎフライ、オニオンフライオニオンフライです。朝からハンバーガー。お前本当本当かい。マックやポテトやるとスマイルください。オニポテは好き。でもポテトは細い方が好きなんだよね。もオニオンフライ食べられ
大好き大好き。ハンバーガーなら何個食べられる？え、ハンバーガー？え、ハンバーガー2個ぐらい割と現実的2個ぐらいかな、ハンバーガーだと全く持ってない全く持ってないけど意外と素直だって失礼します、ここ100個とか言った方がよかった全然もうありがとうございます。リアルだったでしょ、だってさレイボーの傘ありがとうございます。ポテトなら多分もっと食べれる。レイボーの傘ありがとうございます。ポテトなら食べれるけど、ハンバーガーはいつも1個でも結構頑張って食べてるので そこはもろすいませんレイボーの傘ありがとうございます。ポテトは全然食べれるよ、いくらでも5箱ぐらいは食べれる。モリモリしなかったポータンがボケなきゃこっちが突っ込めないじゃんなんでやねん。ピクルス食べれる？え、ピクルス食べれる？え、食べれる？違う食べれないモーは食べれないけど、パパはあの食べれるから、逆にピクルスが好きなんですよパパ。だからなんかピクルス量増量失礼しました増量してくださいっていつも言ってるよ。うちがなんでやねんそう、キュウリ食べれないの？え、あれってキュウリなの？りょうさん、わざわざ突っ込まないで間違えただけだからそんなことできるとそうらしいよ。そうピクル大好き、パパとお父さん大好きなんだ、すごいね。ピクルスの人刻みレタスが入る、そうはもう一応ピクルス抜きでっていう。お店何のご飯はいつもあマックハンバーガーだったらピクルス抜きでって言って、ラーメンだったらネギ抜きでっていうそうネギ抜きでとか、あとからし抜きでとか、あとお寿司屋さんだったらわさび抜き。そう、何が皆さん抜きしますか？抜きしますか？何抜きますか？おばちゃんも何が何が玉ねぎは食べる、そう玉ねぎは食べれます。氷抜き、あっやってるパパが。氷でももう氷最後にカリカリ食べるのが好き。マシマシで、うそ、カレーの福前漬け、え好き。ネギわさびダメなの？ダメなの？注文の多い客パセリ抜き、あ確かに、おやつ抜き、それは無理牛丼のネギだこは前弟が食べた。唐辛子抜き、お子ちゃまですね、もう唐辛子食べれるよんだ唐辛子、いやあの唐辛子は唐辛子自体は食べれないけど、唐辛子の入ってるラーメンのスープとかなら食べれる漬物食べれないのもうなんか大人だな。ネギ焼きのネギ抜きモーダン抜きで、そうでしょ、そんなことある。漬物ダメだから何種類で頼みます。マオと同じだね。マオもさ、いつもコンビニのさあのさお弁当とかさ、あのお漬物入ってるとさ食べれないもん。ママも漬物嫌いなの。うん、食べれるよ。
ジャージャー麺って辛いんだっけ。ジャージャー麺ジャージャー麺、なんかあれですよね、なんかこういう、うん、わかるわかる。はい、じゃーん、768日ありがとうございます。こんな感じ。なんかクロワッサンなんですけど、これはママと同じだ、ママにお教えします。なんでなんでクロワッサンです。朝からクロワッサン食べたんですけど、そのクロワッサンがなんか上にシュガーみたいのがかかってるやつで、めっちゃパリパリで美味しいの。カキ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 っていうの、食べてる時に。それはちょっと違うのでも本当になんかサクじゃない、カリッ、めっちゃ美味しかった。レイモの子さんありがとうございます。768日ありがとうございます。砂糖、シュガー、そうそうそう、シュガー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 、当たってしまった。すごい、さすが、もう何でも分かってますね。小さいやつ、うん、レインボーの星、レインボーの傘ありがとうございます。チョコもそうだけど硬い食感好きなん、好きなん、やわからも好きなん、要は全部好きですコンコンコン、はい、ゲーゴナンコワン、ありがとうございます。ヘアピンがかわいそう、そう、リボン、リボン、ピンク、紫、モータンが英語を自然に絞り回すできて、おお、勉強成果、もう Thank you Thank you very much very マッチョ、失礼しました。それでは I like I ももがかり、 I like ももがかりランキング、読む読む、 speak、 それではオースタート、織り交ぜてです。あれあっちゃー、そうそう、英語ばっかり練習してると日本語が苦手になるんですよ。はい、ランキングスピーク、おう、え、イエス、それではいきます。13位のここで一発のアバターの方、ありがとうございます。 Thank you Thank you、読む、リード、え、読むってスピークじゃないの、あ、それ話す、失礼しました、リード。12のネギのボタンの方、ありがとうございます。11のマルタのボタンの方、ありがとうございます。こっから日本語か、え、何、英語で読めと。10 10 あ、かわいい、13位ネギナボタの方、12位マルタナボタの方、11のプーちゃんが一番いい焼き捨てボタの方、カキーン、待って待って、今日何もない、なんかない、みんななんかない、なんかない、なんか知ってる単語ない英語で知ってる単語ありませんかないですか癖強めお花、ありがとうございます。なんかない、なんか何、ポテンヒット、ポテンヒットポテンヒット&キャッチャーフライ&サークルヒット、イエーイありがとうございます。10位いたの、ワルタのボタンの方、ありがとうございます。アンドはない、あれん8位のうさちゃんがニンジンかじったボタンの方、ありがとうございます。ポテトヒットはないで、え、ポテンヒットだって、ね、まあまあまあ、そういうこともあるさ。キーな方、ありがとうございます。8位てんてんのマルタのボタンの方じゃない、フーちゃんのボタンの方、ありがとうございます。ラッキースーン
てるの生まれたのは元の方、ありがとうございます。サークルヒットではない。え何?6位の桃の得意なアバターの方、ありがとうございます。5位のマルタのアバターの方、ありがとうございます。サイクルヒットだね。そうならそうと言ってよもうが間違えただけで失礼しました。4位てんてんの息子のアバターの方、ありがとうございます。朝のももたんも元気出るな、ありがとう。3位のまるさんのアバターの方、ありがとうございます。イヤリングかわいい、お気に入りのイヤリングです。イエイ。2位の平野モーナーのアバターの方、ありがとうございます。それではいきます。ピンポンパンポーン、ジャキ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 ジャン、今日の1位はの丸ちゃんのおばたの方、ありがとうございます。上司が来たので立体します。上司さんが来ちゃった、こんにちはいいじゃん、見せてよショールーム。こんにちは上司の方、いつもお世話になっておりますそんな雰囲気じゃない、もしかして離脱か。失礼しました。わからん、もうそんなにちゃんと本格的な会社で働いたことないからさ、そんなどういう感じなのか知らないけど、こんにちはそれでは行きます。せーの、 L O Z E のまるちゃんのおばたの方、ありがとうございます。それでは行きます。会社用語ではない、そうなの。めっちゃフランクやん。フランク、あのウイナの、え、それでは行きます。せーの、ねえねえ、ね、聞いて、今までさこうやってまっすぐだったのに、なんかさもうさ何もしてなくても斜めなの結構危ない、こうやって見ると普通じゃん、でもさ何もしてなくてもさ結構斜め以上ですそう前のめりもう一度走ろうか、ということで星野ゲストもありがとうございます。お誕生日の方もおめでとうございます。今日の大富豪は7時半から7時45分までやります。ももは大富豪です、ぜひ対戦よろしくお願いします。わお、朝から3301人の方、すごーい、すごい、たくさんの方朝から見てくれて、朝からもものショールームのお話を聞いていただきありがとうございます。対戦ぜひよろしくお願いします。それでは二人します、二人したいと思います。背中出して、右手出して、せーの、二人ありがとうございました、バイバーイ、ありがとうございました、バイバーイ。ああ違う、変なとこしちゃった、もう一回、バイバーイ。